これ具合悪いな、ハイジ。諜報士がこっちだから、炭鉱の方行くのが早いんだけど、炭鉱傭兵徴工のルートだと、徴工を釣り直しだし、多分時間的にきつい。流れが実現してしまいそうな気もするが、そうなんだよな。だからここで兆候見せたところってさ、香水振られますやんっていう話。海より深い立ち回り行きます。香水降らせない、これで。ラホ使わせて、遺物結論弱ったね、これ。ここ近くいて。まあ、少女があげたんで、ここはそのまま急所かな。でもボロないと思うんだけどね。どうなんだろう。これ、出ちゃうか。折れちゃうけど、これ、割れるぞ。フラホと綺麗に噛み合った攻撃。これ一旦積んだか、サバイバー。一旦積んではいるな。裏から地下入るルートもね、一応ケアしたって感じです。これは見とくか。うん、来てない。あ、少女まで飛ばせるかな。なんか、ああなるほどね。炭鉱の回復やって炭鉱にか。間に合わないんじゃない？間に合わないんじゃない？誰に間に合わないね。おぉ、炭鉱を追うのと傭兵を追うので、どっちでもいいんですけど、まあ、できれば、アイテム数に限りのある傭兵のアイテムを使わせたいなーっていう、まあ、ぐらいの話ではあった。ういっ。もう一個使わないだろー、だいぶ。
これどこ？ハッチどこ？ハッチここだ。あ、巨獣いってる。なるほどですね。進んでない。ナイス。強い。